ト、自分で行く、ファウルももらう、上野が守って、次のが作れるかというところ、スミス、2人で行く渋谷、外へ、晴山、切れ込んできた、ジョンソン、いい流れを作りました、上野です。さあ、小野、決めてきました、今日1つ目、中へ、アルフコースを作って入っていきますが、しかしリバウンドはジョンソンです。お、うわ、うまい、持っていきましたね、自分で。これからスミス、いいですね、アメのアタックが、いい流れで、はい、渋谷3点リードです。うわ、これはもうやり返し、伊藤がやり返してくれました。山はスロントコートに入れて、ジョンソン、晴山、もう一度ジョンソンへ、中スミス、この形を作りたい富山です。この辺りで富山が今2点リードしていますが、ここは中でショットクロックが3秒になっている。ショットクロック24秒、バイオレーションになりました。マッチの中、外へ上沢、インに入ってくる、浮かせてきました、ウォーカーサイドから、その2秒をしっかり使いました、石井、決めてきました。さあ、ダメ、ゴー、今日の終わり方は富山の方が良かった。ジョンソンへ、スミスへ入る、ジョンソン使って決めてきました。上沢、後ろから石井ですが、上沢フローター決めてくる。リバウンドはスミス、これを渋谷が収めると得点につながっていきますが、おー、これはジョンソン、いや、よく見えてましたね。パスが通りました。また阿部からのスミス、また2人で行きますが、ここは上沢動かして、晴山外から打ってくる、リバウンドスミス、ここにいた、ファウルももらう。ジョンソン、晴山、